こんにちは、サードラです。今回は、リオレイヤーアッシュの V 破壊報酬について検証が完了しましたので、どの V を壊すとどの素材が落ちるのかっていうのについてお話をさせていただこうかなと思います。 まずはじめに、リオレイヤーアッシュの破壊可能部位についてお話をしていくんですが、リオレイヤーアッシュは最大で5部位まで部位破壊をすることができます。で、ね、ここにも書いてある通りなんですが、頭、背中、左翼、右翼、尻尾ですね。この5部位を最大で破壊することができるようになっていまして、次に部位破壊報酬の並び順についてお話をしていきます。 今見ていただいているのが、V 破壊報酬が左から、激輪、翼、鱗、鱗っていう順番で落ちていると思うんですが、この V 破壊っていうのが、頭のみ壊せていないんですよね。なので、頭まで壊すと5枠まで落ちますっていう風になるんですが、この見ていただいている 4V は、頭以外の 4V ですね。を壊した場合の V 破壊報酬になっています。で、V 破壊報酬の並び順の法則について詳しく知りたいっていう方は、過去にこちらの動画でご紹介をさせていただいているので、ま、ぜひそちらも見て いいたただきたいんですが今回のリオレイヤー種の V 破壊報酬に関しては左から頭尻尾翼背中の順番で並ぶようになっています。 なので、この画面で言うと、頭は壊していないので表示されていなくて、今、激輪が落ちているところが尻尾ですね。で、2番目の翼が落ちているところが翼、3番目の鱗のところも翼で、4番目のレア1の鱗のところが背中っていう風になっています。リオレイヤー種は例外なく左から頭、尻尾、翼は左右ですね。あるので、まあ、最悪順番としては翼、翼になって、最後背中の順番で並ぶようになっていますので、自分でどの部位を壊してどの素材が落ちたかっていうのを確認したい場合は、その順番で見て、 いいただければなと思いますじゃ続きまして、レア1素材についてお話をしていくんですが、リオレイヤーアッシュのレア1素材っていうのが、こちらの広角とこちらの鱗があります。で、こちらの広角に関しては、このリオレイヤーアッシュの防具ですね、こちらに使用しまして、レア1の鱗に関しては武器で使うようになっています。なので、武器を強化したい方は、レア1は鱗をたくさん欲しくなりますし、防具を作りたい方は、広角をたくさん集める必要性っていうのが出てきます。で、そんな中で、 で、前回のジンオーガの V 破壊報酬ですね。まあ、詳しくはこちらの動画を見ていただきたいんですが、前回のジンオーガは、レア1の爪は前足からしか落ちなくて、逆に言うと、前足からは広角を取ることが確定でできませんでした。で、それ以外の V は、逆に爪が一切取れずに、レア1の広角しか取れないっていうのがジンオーガの V 破壊の仕様になっていたんですが、今回の桜レイヤーに関しては、 そういった仕様っていうのは確認できませんでした。なので基本的には人ウガと違って、レア1の素材は固定されていないので、どの部位を壊しても、この鱗もしくは広角ですね。っていうのは狙うことができるようになっています。ただ、しっかり計測はしていないので、体感でのお話にはなってしまうんですが、部位破壊報酬の検証をしている感じだと、背中を壊した時が広角、頭を壊した時が鱗のドロップ率が多い気はしました。これは本当に体感の話なので、まあ、しっかり統計取ると、 まあ50、50%、50%だとは思うんですけど、体幹、頭が鱗を背中が広角が多い気はしました。で、最後に、レア2以上の素材がどの部位から落ちやすいのかっていうのについてお話をしていくんですが、まず、レア2の素材は翼を壊していただけるとドロップしやすいです。で、次に、レア3の素材は尻尾。レア4の素材は頭。レア5の激輪は尻尾からドロップするようになっていますので、 自分が欲しいレア度に合わせて V 破壊する V っていうのは狙っていただけるといいのかなと思います。で、ここでめちゃくちゃ注意していただきたいんですが、 リオレイヤーアッシュの背中に関してですね、背中からはめちゃくちゃデータは取ったんですが、一回もレア2以上の素材っていうのを確認することができませんでした。なので、過去にこちらの動画でディアブロスアッシュの頭からはレア1しか落ちないっていうのをお話しさせていただいたんですが、リオレイヤーアッシュの場合は背中はどれだけ部位破壊してもレア1しか落ちませんので、まあ、逆にレア1素材が欲しい場合は背中は狙っていただいていいんですが、それ以外の素材が欲しい場合は別の部位を優先的に壊して していただいたただ方がが効率よく素材を集めることでできますのでリオレイヤー足は背中からはレア1しか落ちないっていうのは注意をしていただければなと思いますということで今回はリオレイヤー足の V 破壊報酬についてご紹介させていただきましたこれからもモハンナウの動画を上げていきますのでよろしければチャンネル登録高評価コメントくださると嬉しいですバイバイ